どうも、今回もダークソウル3やっていきたいと思いますが、実は本日年明け初の収録です正月って言っても特に私は何ら変わらなかったよ、普段と。まあ初詣はさせてもらいましたね。どこ行ったんですか？あの豊田神社、昔からその地元にある神社でやってるんだけど、割となんつうの、小さい感じ、下町のなんかこうちょっと一角にあるような神社とか言うと、豊田神社の神様になんだそれはっつって言われそうなので、素晴らしい神社です見えない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 、ゴマキのギルド。前回は確か魔法使いに特に何ができたわけでもなくやられたっていう感じだったんだよね。前回なんか魔法対魔法でやろうとしたけど、結局さ、あっちの魔法の方が絶対強いじゃん。かなわないと思うわけ、私のなんかピュンって飛ぶ魔法なんかじゃ。だから切り込んでみようと、刻めたら刻んでみようという話で、いざボスへ。ちょっと強化だけしたしね、なんとかなってくれたら嬉しいなっていうやつですね。はいちなみにあと30回ぐらいです。え、そっか、30回で私は終わるんだね。どこにいるの？あ、いた。これさ、視点変えるの大変なんだからいちいち動かないでよ。え、どこ行ったの？また。え？ねえ、見つけるまでに時間がかかる。酔うじゃない。お、なんか今いい感じだぞ。欲張らなければなんとか攻撃を防げてる気がする。あ、いたあれ、もうやめて、そのモグラ叩きゲームみたいな、あっち行ったりこっち行ったりするやつ。あれ、なんか2人現れた。行って、何なんだよ、何なんだよあっちじゃないの、もしかして。いてずるいって、いた、なんかいっぱい出てくるのよ。あっちか。あ、いけ。ねえ、なんか特別な攻撃された。見えない。これ食らったら死ぬ。もう。痛い。ねえ。敵多すぎるよ。You died。なんとかまだ。作戦はありますか？作戦はだからもう間違い探しをいかに早く見つけたいよね。
痛い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 。今度はどこよ。こっちか。来たな。来た。やめて。今度こちら辺じゃないでしょうね。予想していく。やばい、やばいのが出てくる。来た。あと一撃じゃない。これね、今ね、私の妄想上こう一番遠いところに出てくるんじゃないのかっていうね。あれ違うわ。違うやつだったよ。お前じゃない。お前じゃない。お前じゃない。ちょっとやめてくれ。やばい。お前じゃない。おい、やめろ。今大事なとこなんだ。来た、これ。はっ。謎がすべてとか。ここでやつが出てきたら今度反対側に先にこう走っとくっていうね、やり方をしたら案外そんな感じの風になってていけたわ。さてさて、この人かな。なんかボスのさ、エリアの手前のさ、道のさ上の方にさ、新しい魔法を売ってくれるであろう人がこの人なんだけど、いたっぽいんだよね。魔術なら学びたいかどうか。学びたいかどうかってそれは、ね、うん、あ、もう教えてくれるってこと。We will learn together. Mitchell.あれ消えちゃった。なんてくださいか、人の家を破壊するのは。いなくなった一人組なんですから。これも破壊できんじゃねえの。ああひどい。ほら、全部めちゃくちゃ怒られると思って。全然くんない。巻物がいっぱいあるよ。マリオスのスクロールがひどい。やば、やってることがひどすぎる。さて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 、あの魔法を教えてくれると言っていた人は君？同じ人？こんな感じだったっけ、あなた。何を教えてくれるのかなと。ソウルにより体験をその形作り攻撃する。体験は？おすすめは上の段の強いソウルの太矢。これが多分威力一番強いですね。これは？それも面白いですよ。その2個買いましょうか。9000あるんで。おお。強そうだ。さあ、戻ったぞ。こっちの方に道があったから、こっちに行ってみよう。なんかあった。ロックオンの時間だ。お前か。危なそうなやつなんだな、きっと。いけ。
かしすぎだろ。いって、いって、一撃クラスは絶対危なかったぞ。危なかった。順調ですね。おお、また出てきたよあいつ。同じ方に逃げるな。今の食らったらマジやべえやつ。はっ、アウチ。今がこれでしょ。今それですね。今より強いんじゃないですか。強い。ほら、おお、物理も全部いい感じですね。これでいいんじゃない。これで。あれ、雲の盾。虫、無視する。ん？なんか新しい。強化されてる、絶対に壊れないやつみたいな。壊そうとしないでください。祝福らしきものがある。危ねえ危ねえ、うん、はい。というわけで、なんか前回倒せなかった魔法使いのボスをなんとか、なんかゴリ押し予測で倒すことができました。このあとどうなるかですよね。てかこのあと全くだから、ストーリーというかこのゲーム自体のさ最終を知らないからさ
私は今一体どこら辺にいるのっていう感じなんだけど、まあまあまあやりながらねちょっと体感していければなと思っております。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ